単色の南部がインドネシア領で、農色の北部がマレーシア領。緑色がブルネー。ボルネオ島は東南アジアの島。南シナ海、スール海、セレベス海とマカッサル海峡、ジャワ海とカリマタ海峡に囲まれている。インドネシアマレーシアブルネー。この三カ国の領土であり、世界で最も多くの国の領地がある島となっている。 面積は725,500平方キロメートルで日本の国土の約1.9倍の大きさである。世界の島の中ではグリーンランド島、ニューギニア島に次ぐ面積第3位の島である。オランダ語と英語ではボルネオ、インドネシア語ではカリマンタンの故障を使うのが一般的。また、ボルネオの語源はかつて島の北半分を占めていた。 ブルネーが生まったものと言われている。キナバル山ボルネオ島の衛星写真アルプスヒマラヤ、作り山帯と環太平洋作り山帯の交点に当たる地域に位置し、全体的に山勝ちの地形である。また、両造山運動の影響により、山脈が上空から見ると南北に、渓示になっており、同様の形状となるスラウェシ島、ハルマヘラ島と合わせ、学術的に、 三景諸島と呼称することもある。一億年ほど現在の位置から動いておらず、そのため温暖な気候を保つことができたため、この島の熱帯雨林は世界最古の熱帯雨林と考えられている。最高峰は、島中央を貫くイラン山脈の北東部、マレーシアソバ州に位置するキナバル山で、標高は千九十五メートルである。インドネシアカリマンタンの最高峰は、 イラン山無役南部のラヤ山である。主な河川にはカプアス川、マハカム川、バリト川、ラジャン川がある。鉱物資源が豊富で石油、石炭、ダイヤモンド、金、銅、鈴、鉄、マンガン、アンチモン、貿キサイトなどが産出する。気候は熱帯気候であり、降雨量は年平均4000ミリメートル。雨季は10月から3月頃であるが、サバ州では キナバルソンの影響で年の前半はあまり雨が降らない。熱帯雨林が発達しており、北部にはスマトラサイ、ボルネオゾウが生息し、その他オランウータン、テナガザルなどの中大型哺乳類やワニ、ニシキヘビなどの爬虫類が生息している。また、ウツブカズラの種類が多く、特にキナバル山には特産種が多く知られる。 グヌングル国立公園ではコウモリアカエリトリバネアゲハ、ビワハゴロモナナフシが生息する。グヌンガディン国立公園は大きなラフレシアが見られることで有名。他にオランウータンの保護で有名なセメン、ゴヤ生生物保護センターなどもある。一見すると緑豊かな土地であるが、高温多湿で雨が多い土地であるがゆえに、落ち葉がすぐに腐り、腐葉土は雨に流され、 地上に堆積できず、落ち葉のすぐ下は粘土質の土であるため、一軸以外の果実は数年に一度しか実らない果実に乏しい森である。ここ50年ほどはパーム油の採取のために熱帯雨林を切り開いて油やしを植えることが広まっており、自然破壊が懸念されている。インドネシア、マレーシア、ブルネーの三国が領有している。奥地を中心に、 先住民族の大悪族が住んでいるが、近年は都市生活者も多い。沿岸部はマレー系が多く占め、人口集積部には中国系の住民も多い。114種の言語が話されている。全島の総人口は約1750万人である。ありがとうございます。